秋篠宮家の眞子さまが小室圭さんとの交際開始直後に海外で浮気騒動。ネット上の反応も含めて詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。なんと、衝撃の実態が判明した。眞子さまが小室圭さんと交際を開始したばかりの2012年、眞子さまは高窓宮家の長女である祥子様と同じエジンバラ大学へ留学中されていた。その時、 マコ様が現地の男性と浮気騒動を起こしていたのだ。それを隠そうと宮内庁はじめ、皇族も動きを出してごまかしに奔走していた。早速見ていきましょう。一、ICU 入学前のカコ様がなぜ ICU ダンスサークルと関わりがあるのか、つなぎ役は誰か、解説カコ様の ICU ダンスサークルの話題が記憶に新しいが、よく考えてみると、どこに接点があるのだろうか。そう。 学習院大学在籍中はダンス関連の部には一切属していないのである。にもかかわらず、なぜ、入学前から ICU のダンスサークルに関わりがあるのだろうか、この点を分析してみると、ここで浮上してくるのは眞子さま以外に接点となる人物は見当たらない。ということは、眞子さまがダンスサークルと親しい関係にあり、そこで、 妹である佳子さまが接点を持てたと考えるのが一番納得できる推測となるだろう。従って、眞子さまは、スキーサークルの他に、ダンスサークルとの交流もあった、ある、ということになる。2. 眞子さまが関わりを持つダンスサークルとは、また眞子さまの趣味思考の現実は。ダンスサークルは、都内のクラブを貸し切ってパーティーを開催したり、他校のクラブ等が主催するパーティーに参加したりという具合である。 なるほど、ダンスサークルとはクラブでパーティーをしなければ、その意味合いが希薄となる存在であることがわかる。ということは、ま子さまはクラブに出入りしていたり、それなりの交流があるということになるのではないだろうか、これら事柄を明確にするためには、状況証拠が必要となる。よって、状況証拠となる一連の事柄を以下に提示していく。早速ではあるが、 眞子さまが英国エディンバラ大学に留学し、帰国後の学内アンケートで答えたうち、要は皆様ご存知だろうか、どちらかといえば派手でお金がある新入生が多かったようで、毎晩のようにクラブに出かけて部屋や共有スペースでパーティーをしているような人が多かった。私は盛り上がって楽しむのも好きだが、基本的にゆっくりお茶を飲みながらおしゃべりする方が好きだったので、そこからして合わなかった。ここで、え と思われた方も多いのではないだろうか。では一体、騒ぐのが好きなような人とは性に合わないというま子さまに、なぜ、ダンスサークルとの交流が浮上するのだろうか。この疑問点を、私、実態を知る者が、これから暴露してゆく。3、小室圭さんと交際中、留学先で現地男性と関係を持った事実を誤まかすための手法を解説この項目のタイトルの通り。 マコ様は2012年の留学中に現地の男性と関係を持ったのであるがここの時、マコ様はすでに小室圭さんと交際を始めていた時期であった。ところがマコ様は、小室圭さんのことよりも身近にいる男性と遊ぶ方がお好みだったようで、現地でいろいろとやらかしている。やらかすと言っても、酔いつぶれる程度のことではない。なんと、妊娠したかも騒動まで起こしていたのである。よって、 現地では眞子さまの派手な遊び方が水面下で噂となり始めていたのだ。このままでは噂が日本国内にも広がり、騒ぎとなることは必至である。そこで眞子さまやその周辺は留学からの帰国後に、それら、現地での遊びをごまかすためにいろいろと工夫をされている。それら工夫の数々をいかに紹介しよう。2012年から2013年まで留学、交換留学生していた眞子さまですが、 帰国後の学内アンケートに、寮の近くはレイプの被害が多いので、フード付きのパーカーを一着持っていくことをお勧めします、ということを書いていると週刊誌に取り上げさせたのだ。なぜならば、留学中に妊娠騒動。起こしたことが騒ぎに発展したとき、言い訳ができなければ皇室としての対面を保てなくなる。よって、実は私、レイプの被害にあったのと被害者のふりをするために先手を打ったのである。 そう、ことが騒ぎとなった時の保険をかけたのだ。先ほどの、ワン・ツーで明らかにしたように、また、小室圭さんを見てもわかるように、派手めなことが結構お好きなまこさまである。秋篠宮家自体がその他にもごまかすための動きを出していることから解説してゆく。その他の方法は、2014年から2015年の2度目の海外留学にぶつける形で、秋篠宮家の会員制クラブ遊びは、 マコではなくヨシコですよ、と言えるようにするため、カコ様が成人式の後に、同窓会ということで、会員制クラブに行ったのである。この会員制クラブの話もまた、週刊誌で報道。させているのだ。これだけではない。宮内庁職員逮捕、会員制クラブのハプニングバーで公然わいせつ、複数プレイという事件を作り出し、ミヤム館を使ったスケープボートを実行に移したのである。 ごまかしたい事柄は、時期をずらし他人に偽装することも言っているのだ。秋篠宮の名前を使わなければごまかしが効かない場合、身内を使ってごまかすことが明確となる。留学先はカナダでも、療育指導や難聴の医療をアメリカで行うとすれば、両国を常時往復、滞在するので、どちらのビザも取れるし、宮内庁職員としての派遣もありえます。 なる人の隠れ療育が目的のカナダ留学に際しての、随行員の資格なら、外交官パスポート発行で準備できるはずです。マコも小室もなる人の療育随行員としてならば、カナダ、ひょっとしてアメリカにも長期滞在できるでしょう。そして、ますますお察し状態となり、結局、廃着処分を受けて、そのまま米国滞在になり、マコと K は一生療育係から介護係となって、 海外で生活するのではないでしょうか。もし、ま子の子ならそれが自然かもしれませんね。小室圭さんが2度目の司法試験も不合格となったことから、5月に一時帰国が噂されていた小室夫妻。週刊誌やネットメディアにより、高級マンションや高級ホテルを全室借り上げているとも報じられ、まさに、帰国の準備は万端といった様子です。ですが、こうした状況であっても、 ニューヨーク弁護士の資格を持つ現役弁護士の山中誠人氏は、すでに、小室夫妻は一時帰国を回避する手立てを講じているのではないか。として、日刊現代の記事にて、次のように述べています。ニューヨーク州弁護士資格を持つ山中誠人弁護士は、あと5点足りなかったということであれば、基礎は十分ついていると思われますと、このまま勉強を続ければ。 7月の再々受験での合格は視野に入っていると話す。懸念されるのが、小室さん夫妻のビザ問題だ。フォーダム大学ロースクールを昨年5月に終了した小室さんは、F1 と言われる学生ビザを延長し、OPT というビザで米国滞在を続けているが、そろそろ期限の1年を迎える。H1B ビザの取得を目指しているとされる小室さんだが、いずれにしても、 H/HB ビザは毎年10月1日にならないと効力を生じないだが山中弁護士によると学生ビザから H/HB ビザの発行までのギャップを埋めるためにキャップ・ギャップ・エクステンションという延長制度があるというこれは H/HB ビザの申請をしておけば10月1日までの期間ビザが取得できた場合またはビザが取得できないことが確定した日までの間 学生ビザが延長されるというもの。小室さんは所属事務所のサポートを得て、すでに HHB ビザとキャップギャップエクステンションの申請を完了しているのではないかと、山中弁護士は話す。同記事によると、少なくとも7月の試験までは、小室圭さんはアメリカに問題なく滞在できることになるとのこと。司法試験不合格が発覚した直後に、3度目の受験を宣言できたのも、 このキャップギャッッププギエクステンションによる米国滞在延長が決定していたためかもしれません。公室特権でビザ取得を目指す小室さんとはいえ、仮に、米国滞在期間の延長を申請していたとしても、10月1日以降もアメリカに滞在し続けるためには、HHB、ビザや他の就労可能なビザを取得しなければならないのですが、三中弁護士は、その点に関しても、問題ないのではないか。 そして次のように述べています。特殊技能を持つ外国人が取得できる H1B は、毎年枠が設けられている上、トランプ政権になってから取得が難しくなったため、司法試験にパスしたからといって簡単に取得できるわけではありません。私もキャップギャップエクステンションを使いましたが、日本の弁護士資格を持っていましたので、H1B ビザの取得も大丈夫だろうという安心感がありました。 小室さんは日本の弁護士ではないですが、それこそ何か、力が働いて特殊な技能があるという前提が整えられる可能性はあるように思います。山中弁護士。あと5点足りなかった、そんなわけないだろう。KK の弁護士試験再挑戦を聞いた放送会の人は、え、あの英語力で中黒中黒中黒と驚いたらしい。KK の論文コンペ優勝の論文を読んだ専門家が、 そもそも経験に論文が書ける能力があるのか疑問と、酷評した。基礎的なことができていない奴に弁護士試験が受かるはずがない。弁護士試験挑戦を餌に、ロイヤル生活保護を受け続ける気だ。DNA データバンクのある国には、秋篠宮家の子孫は住んではいけませんね。何しろ文人は見て行為でしかなく、マコも乗り子ウきの子だと自白してしまっているし、ヨシコも浮気の子。 ずる人に至っては、マコの卵子を使ってノリコが代理母子た子を実施偽装したのだとまで言われているので、DNA 鑑定が必修の家系です。それに巨弱 X 症候群のずる人がなぜ染色体異常になったのかは、真の家系図に基づく診断が必要ですから。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。 もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ニューヨークで新婚生活を送る夫妻に念願の合格通知は届かなかった。秋篠宮ご夫妻の長女真子さんと結婚した小室圭さんは今年2月にニューヨーク州の司法試験を受けたものの不合格だったことが判明した。二度目の挑戦でも悲願を果たすことはできず、 今年7月に再挑戦する見込みだという小室さんは現在、真子さんと共にニューヨーク州ヘルズキッチン地区にあるマンションで暮らし、法律事務所で助手として勤務している。3月上旬に、セントラルパークで夫妻を見かけたという現地在住の邦人男性はこう語る。お二人ともマスクを着けていたので分かりづらかったのですが、すれ違った瞬間に、あ、真子さんと小室さんだ、と心の中で叫んでいましたよ。 3月のニューヨークは最高気温が10度を切ることも多く、マコさんは黒いダウンコートを羽織るなど厚着でしたが、楽しそうに談笑されている姿が印象的でした。ただ、お二人の様子は本当にどこにでもいる若くて仲睦まじいカップル。公園ではなく、街中でお見かけしたらおそらく気づかなかったと思います。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 確か妻は就労ビザ取得できるような体調でなかったはずでは、都合に応じて立場を使い分け、おいしいとことりしようとするのは問題だと思います。一般人として自由は欲しいが、特権は維持し、親に根回ししてもらって法の適用外なビザの取得方法を外務省や領事館に融通させるならば、国費の観点からも疑問に感じる。やはり彼らへの会計監査の導入は必須だと考えます。 心配するのは自由だけど、こうなっては後の祭りだと思う。ちゃんと計画を立てて自分の実力で身の丈にあった夢を達成し自己実現するならばそれは大変素晴らしいことで、国民も納得し喜ぶ状況となると思う。しかし計画も立てず実力不足なのに、わざわざそんなニューヨークに拠点を作って自活できないようなら家庭を持つ生活設計がそもそもあったのかという気がしてならない。 おままごと気分では今後も自立などおぼつかない。国費を使った支援は不要だと考えます。プリンセスが海外で生活するのがダメとは思いません。そのためにある程度の警備費が必要なのもわかります。ただ、その警備費がどこから捻出されているのかは少し考えればわかることです。国民が生かしてあげているとまでは言いませんが、少しでも感謝の気持ちが見える行動があれば、 ここまでの騒動にはなっていなかったのではないでしょうか。国民が納得いかないのはその部分だと思います。誰もニューヨークに住んでくれとは頼んでいない。自分たちの選択で招いた事態なのだから、その結果は甘んじて受け入れるべきでしょう。それが自由というものの代償なのです。ただし、警備も世話役もいるのですから、一般人として生きていく厳しさを学ぶには、まだまだ足りませんね。 試練が人を成長させるとも言いますので、この夫婦にもっともっとたくさんの、もっともっと大きな試練が与えられますように。結婚前に確かブラジルとパラグアイからそれぞれ謎の1億5000万円賞金が出たような話だったけど、8億警備費じゃ足りないし、そもそも機密費からの税金だと言われているし。とにかく、皇室の金銭の流れについては監査を入れられるう国家で議論してほしい。 この試験は400点満点で266点どころか、300点以上取って1回目で合格する人がザラにいるんでしょうね。報道に出てくるニューヨーク州の弁護士の平均年収というのは、そういう人たちが得る年収なのでしょう。仮に3回目で受かったところで、3回受けてようやく合格点を取れた人が同じような評価を得られるとは考えにくいのですが。 周りが心配しても再々度受験するなんて当人は言ってるのだから何も心配してないということ。そのようなことが気にかかるなら違う身の振り方を考えるはずでそんな心配必要ないということはどこからのどのようなまではわからないけど相応の生活補助があるということ。一般人を追いかけるのは勝手だし、興味もないけど、この一般人夫婦に日本の税金が使われていないかだけが心配です。というよりも、 家賃60万が安いかどうかは別にして、年収600万というなら、相対的に高いでしょてか、払えない。一般人なら、その他にも必要な費用というのは出てくるって考えると、家賃60万の家に年収600万の人間は暮らすことができないというのが結論。そうなると他から良い収入が入っているのではと思ってしまいますね。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。4月9日に筑波大学附属高校に入学された久人様は、報道陣に向けて学業に励みながら興味を持っていることや、関心を持っていることをさらに深めていきたいと思います。また、 諸行事などの学校生活も楽しみにしたいと思いますと、新しい学校生活への思いを語られました。宮内庁によれば、入学式ではクラスごとに体育館に入場し、担任が新入生の名前を一人ずつ読み上げたようです。悠仁さまは、秋篠宮なる人と呼ばれると返事をして起立し、その様子を秋篠宮ご夫妻も見ておられたようです。秋篠宮ご夫妻は、 入学式終了後に宮内庁を通して、充実した高校生活を送ってくれることを願っております、と感想を公表されました。東京大学を目指しておられる悠仁さまにとっては、この高校3年間は勝負の期間と言えるかもしれません。アイドルグループ、ここ、元メンバーの羽田絵里香さんは、悠仁さまが筑波大学附属高校へ入学されたことを聞き、内部進学組と外部入学組の違いについて話しました。 久人様は、定型更進学制度を利用し、外部入学されました。羽田恵梨香さんの話によれば、天皇陛下、上皇陛下の母校でもある学習院高等科と筑波大学附属高校はライバル校の関係だと言います。というのも、毎年一回各スポーツで定期戦が行われるようで、相手が学習院高等科であることからその定期戦の名前は、陰戦と呼ばれているそうです。 羽田恵梨香さんは、陰線で熱いラグビーの試合が行われていたのを見てからラグビー部のマネージャーになるなど、陰線から強い影響を受けたようです。羽田恵梨香さんは、悠仁さまと異なり小学校から地区府の内部進学組です。ただ、当然のことながら悠仁さまのように外部入学組もいるため、内部進学組全員が自動的に進学できるわけではありません。 高校に進学するときや高校入学後の勉強は大変でした。久人様のような外部入学生たちは頭が良く、やはり成績も素晴らしかったです、と、羽田エリカさんは語っています。筑波大学附属高校は、毎年20人近くを東大へ送り出している進学校でありながらも学校の教育方針は、自主中黒自立中黒自由をモットーにしています。羽田エリカさんが、 芸能活動を行いながら学校生活を楽しむことができたのもこの教育方針のおかげかもしれませんね。アルバイトのように芸能活動も自由ですが、勉強面などで特別扱いはしないです、というスタンスで認められていて、自分でしっかり考えてやらなければいけない感じでした。当時の芸能界で、国立高校に通いながら活動しているのはかなり異例だったと思いますが、友達はすごく応援してくれました。 一度、これに出なければ、体育が歩行になるという授業と仕事のスケジュールが重なった時があって、その時は事務所の車で学校まで送ってもらいました。ギリギリで間に合って、ド派手なメイクのまま必死に校庭を走りましたね、と、羽田恵里香さんは高校生活を振り返っています。羽田恵里香さんは続けて、何かをしなければならないという制約がないのが筑波大学附属高校の魅力だと語っていました。 自主自立中黒自由という教育方針は秋篠宮家の教育方針と重なるところがありますからこの筑波大学附属高校のモットーに秋篠宮ご夫妻は魅力を感じられたのかもしれませんね国民は悠仁さまがご関心やご興味を持たれることに今まで以上に打ち込めるようになることを望んでいることでしょうしかし新しい学校生活を始められた悠仁さまをめぐり早速とあるトラブルが起きているようです 先にも触れた通り、悠仁さまは定型高進学制度を利用されており、この制度を利用した進学には、特別扱いではないか、という疑念の声が上がっています。厳しい受験戦争を乗り越えた生徒やその保護者の中には、やはり快く思わない人がいると言います。そのためか、あるネットメディア関係者は、実は、同級生の保護者を名乗る人物から、悠仁さまの写真を売ります。 というメールが届いたんです。息子が校内で悠仁さまを撮影するから、それを買ってほしいという内容で中黒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 さすがにお断りしました、と話しています。筑波大学附属高校は、悠仁さまの入学に合わせて急ピッチで警備体制などを整えていると言われており、悠仁さまの安全を確保できるのかどうかという心配する意見も聞かれています。 ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。日本政府ダメだね。宮内庁、文部省何を仕事しているのかな官僚が悪いのかなそれとも政治が悪いのかな報道は綺麗こと言ってるだけだね。参議院選挙で考えましょう。自分のために具体的施策のない立候補者のお願いしますだけの人はダメ。世の中そんなに甘くないと思いますよ。いろんな面で、あると思いますよ。 こんな記事見たくありません本当の話ですか確かに醜い異常ないじめありますが本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございましたまた皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいですもしよろしければ評価などもお願いしますでは次回の動画でまたお会いしましょうありがとうございました